明けましておめでとうございます。この動画は私が2021年度に受けた作品を、パパパパパーっとさっとこう復習っていう感じでまとめてみました。去年ね、私ね、秘密結社風船塔綿大好き党なるものを決闘いたしまして、もちろん私自身風船塔綿大好きなのでいっぱいいっぱいいけております。はい、これはね、背景がグレーでしょ。スタジオ撮影してもらった時にいけた作品です。あの背景がほらグレーだとね、全然違った印象になりますよね。この器強いからね、何入れても負けちゃいます。はい、そしてね、あのピンクの背景だと何いけても可愛く見えちゃうね。うん、色って不思議って感じですね。楽しいですね。あの後から出てきますけど、この色違いの、あの黄色い5色のパイプつながりっていう柿で、私蒼月のお友達にお声かけして、みんなでほらインスタ出したり YouTube 出したりして共作したの、去年楽しい思い出です。はい、また風船と綿作品いきますよ。はい、ストレッチャー、これ鉄柿にいけてます。ストレッチャーバーンとこう斜め前に出してるんだけど、普通の柿だったらコテンってこうひっくり返っちゃうけど、鉄柿だからビクともしません。こういう時って鉄柿ありがたいですよね。はい、うん。さあ、そして次、あのちょっと秋になりましたね。乱れ菊、そして鶴梅もどき風船塔綿っていう組み合わせです。あの実は YouTube に出してるのはこの真ん中にピンクの菊が入ってたの、あの10センチくらいの大きい菊なんですけど、うん、最初はこれで動画しといて、あら、なんか弱いなって思って、実は後からピンクの菊を、うん、入れてもう一度実は撮影し直した次第です。さてさて、さあ出ますよ、この柿ね、もうめちゃくちゃ強い。何いけても負けちゃう。ヘリコニアいけても負けちゃうと思う。あのこの木をね、こう組んでるじゃない、これがあるからどうにか私バランス取れたと思います。はい、これも実は梅の柿店さんで求めた柿でございます。ねえ、どうです、強いでしょこの柿、ほんと。うん、さあ次出ます。桜、春のシーズンの作品ですね。私ね、こういう感じのね、桜を生けるの大好きなんですよ。八重の桜かな、こうふわーっとボンボン咲きになったのいいですよね。はい、次、これ中村豊さんの、これ多分桜の二種池かな、ね、こういうのも大好きです。さあ、そして5色のパイプつながりの黒で生けてみました。どうです、うん、黒もなかなかね、ピンクのこの背景にマッチしてますよね。さあ、そして黄色といえばミモザ、そして三種油、もう好き放題、大好きな色だけでいけたって感じですね。はい、さあ、そしてこのブルー、三種油、あ、私三種に白いダリアの組み合わせっていいよね。ね、これもピンクの背景だから生きてる作品かもしれません。これは作家さん、これね、年賀状でパーッと配りましたね。はい、どうでしょうか。さあ、そしてこれブッシュ缶いけちゃいましたよね。あのいろんなお友達にブッシュ缶分けて、皆さんいけてくれて嬉しかったです。はい、この黄色の柿かわいいでしょ。これも梅の柿店さん、ガラス柿なんです。あのピンクのね、コチョウランとぴったり。さあ、そしてこの柿強いな、坂田陣内さんっていう作家さんの作品です。あの多分梅の柿店さん行ったらいっぱいあるんじゃないかな、いっぱいかな、どうかな、うんね、この方の柿何いけても負ける。だからお正月にね、こう特殊なひょうたんとかね、このなんだっけ、パフィオフィルフィフィなんとかっていうこのね、ラン、こういう特殊な花材でいけてみました。どうでしょうか皆さんね、ゴールドのこの強い柿に何まり合いませんよね。あ、ちなみにこの松、五葉松、これうちの庭にある五葉松の木でパチパチパチっと切っていけております。で、このひょうたんすごいね、本当にねえ、うん、面白いフォルムです。どうでしょう。はい、今年も2022年も頑張って作品作っていきます。皆さんよろしくお願いします。最後になりましたが、 YouTube 登録および
コメントお待ちしております。今日はありがとうございました。